大豆育田実は、日本の政治家。栃木県足利市長、栃木県議会議員、足利市議会議員等を歴任。栃木県足利市に生まれる。栃木県立足利高等学校、東京薬科大学を卒業。サントリー株式会社に勤務。1994年に退社し、1995年4月の足利市議会議員選挙に立候補し市議に初当選。 1999年4月に再選。2000年11月19日の栃木県知事選挙では、今市市長を辞職して、立候補した福田明を支援した。2001年3月19日、足利市長、早川和夫が、任期途中で死去。市長死去に伴う、市長選挙は、同年5月13日を行われ、大豆育田は、無所属で立候補したが、 元県議会議員の吉谷宗雄に敗れた。2003年4月の県議会議員選挙では、足利市選挙区から無所属で立候補し県議に初当選した。その後、2005年4月24日に行われた、足利市長選挙に無所属で立候補するも、現職の吉谷に敗れた。2007年4月の県議会議員選挙には、立候補しなかった。 2009年4月26日の足利市長選挙では、無所属で立候補し、自民党、公明党が推薦する、元同士副市長を大差で破り市長に初当選を果たした。同年5月13日に、市役所に初登庁した。なお、選挙戦では、同年1月に自民党を離党していた、衆議院議員、渡辺義美は、大豆幾田を支援していたが、 渡辺系の県議会議員で組織する自民音誓会は元副市長を支援しており、この市長選挙がきっかけで自民音誓会は解散している。2013年4月21日投開票の市長選では新人の泉里氏に敗れる。同年5月12日市長を退任した。2017年10月22日に行われる第48回衆議院議員。 総選挙にて希望の投稿人で、土地に5区から出馬するが落選。民主党政権が導入した子ども手当の問題点を指摘しており、2010年5月に発足した現場から国を変える市長の会では代表を務めている。2011年1月には市の新年度予算に子ども手当の市の負担分を計上しないことを表明している。ありがとうございます。